スノーキーの FX 非格好ラカブログ管理人のスノーキーこと小手川幸也です。週末恒例来週の戦略についてお話していきます。その前にですね、告知を一つ入れさせてください。はい。7月27日にアイネット証券さん主催で私が講師としてお話しさせていただきます。ループイフダンの東京会場無料セミナーですね。先週末より先行で新規口座開設と同時にお申し込みがいただける状態です。で、いよいよ来週末よりすでにアイネット証券さんの口座をお持ちの方の、セミナーへのお申し込みの受付がスタートします。ということは、ここで、一般の受付がスタートするので、もしかするとたくさんの方がババッとね、お申し込み来るかもしれません。来てほしいんですけども。なので、今ですね、先行でお申し込みしようかどうか悩んでいる方はちょっとね、お早めにされた方がいいかなと思います。ということで、本題に入っていきます。私の現在の保有ポジションは、変わらず、はい、このようなポジションです。で、まあ、ポジションを持ってるので、ポジショントークになるかも、つまり願望でお話する部分があるかもしれませんよという前提で、やっていきたいと思います。まず、米ドル円の冷やしチャートですね。はい、まあ、月曜日大きく上げて、そして、火曜日ですか、北朝鮮のまたね、弾道ミサイル発射のニュースが来て、で、まあ、あのこと自体はもちろん私も怒ってるんですけども、これ、為替的に見ると、やっぱりちょっと急ピッチで上がっていたので、まあ調整、はい、いい感じの調整になって、しかもそういった悪材料が出ても上に上がっていくっていうことは、やっぱり今のこのドル円相場は、強気なのかなと思います。ただですね、まあこの形自体、これもうダブル、ボトムに近い日足で見るとね、で、週足で見るとどんな感じかっていうと、週足もこれダブルボトム結成、形成ね。結成ってなんか組織みたいになってますけども、形成仕掛けているんですよ。で、問題はここを抜けてくるかっていうところですね。ネックラインですか。これがまあ、114円台半ばから115円ぐらいなんですよ。で、まあ最近ここは抜けきれてませんよね。で、ここの高値がトランプ相場の、一番高かったところ 118.6 ですか。なので、まあ今の勢いで見ると抜けてきそうなんですけども、もしかすると失速っていう可能性もあります。で、もしも抜けたとして、果たしてこの 118.6 を抜けることができるのかっていうところも今非常に気になる。まあ正直難しいところなんですよね。はい。で、続きましてユーロ円ですね。まあ、ユーロ円はまあ直近ユーロドルも上昇していて、そしてまあ米ドル円も堅調なのでかなり高値に来ています。まあここからね、買いでさらに追いかけるっていうのはなかなか難しいかなと思います。で、一方の A ポンド円ですね。こちらもかなりの高値水準だったんですけども、A ポンドドルの方がちょっと垂れ出してきているので、まあこちらはまあどちらかというと売りスタンスでいきたいかなとは見ています。で、ユーロドルですね。私、こちら、ショートポジション持っていて、まぁ、ちょっとまだ今、前年そこまで言える形じゃないんですけども、ダブルトップのような形をつけそうなので、ここでドスンと下がると、まぁ、また、このあたり、ここらあたりのレンジの揉み合いになる可能性もありますね。まぁ、先々週とかの、ここら辺の動きを見ていると、これもしかすると 1.15 いくかなとは思ってちょっと心配していたんですけども、売りを持ってるんで。で、ですけども、ちょっとね、ここに来てやっぱり、はい、値動きが、頭が重たくなっているかなというところですね。で、A ポンドドルですね。まあ、こちらもすごい勢いで上がっていったのはいいんですけども、まあ、その、まあ、反動のような形で、まあ、どうでしょうね。今ここで買えって言われると買いにくいかなっていう形に見えます。で、私ポジションロング持っています。5ドル円ですね。まあ、5ドル円ももうそろそろちょっと買い持ってるのは怖いなっていう水準に来ているんですよね。もうちょっと上がってもいいかなと思うんですけどね。もう一段高、87円台半ば。87円台半ばぐらいまで行って、まあ、そこのチャートの形状、どんな形状出るかで、まあ、売り転換とかも考えてるんですけどね。で、一方、まあ、5ドル円よりもかなり早く上がり始めたニュージーランドドル円。これね、かなり今高値水準にあって、正直ロング持ってるのって怖いんですよ。はい。で、週足で見るとこんな感じなんですよね。まあ、すごく綺麗ですよね。陰線続いて、陽線続いて、で、今ここっても直近ここ、数ヶ月、何年で見ても高値で、でね、
ここを明確に抜けたのは、抜けていたのは、2015年の6月ぐらいなんですよ。6月末ぐらいか。なのでもう2年以上前の水準まで近づいてきているっていうことなんですよ。まあそれをどう考えるかっていうことですよね。そこを抜、まあそこまでまた行くのか、あるいはやっぱりここは抜けきれずに下がっていくのか。なので私今ロングポジション持っているんですけども非常に悩んでいる状態です。はい。ということで、来週の重要指標などなんですけども、まあそれほど重要なものありません。イエレン発言もまあそこまで動かないでしょうし、あと金曜日ね、経済指標が多いと言ってもそれほど重要なものばっかりじゃないので、まあどうでしょうね、引き続き今現在のトレンドが、まあ為替のトレンドが続くのかどうかっていう週になるかと思います。でスノーキーの来週の戦略なんですけども、米ドル円はやや強気、一段高への正念場ですね。先ほど言ったところ抜けるかどうか。そしてユーロ円は、中立からやや強気、 A ポンド円は弱気、5ドル円、ニュージーランドル円はやや強気。ただまぁちょっとニュージーランドル円に関しては今もう怖い水準です。で、ユーロドルはやや弱気、ポンドドルは弱気。はい。で、これらはあくまでも私の個人的な見解をお話しているだけなので、投資に関する最終決定はご自身の判断と自己責任でお願いいたします。今回は週末恒例来週の戦略でしたけども、これ以外にもいろいろな動画を配信していきたいと思います。そしてブログの方では、動画プラスアルファ、あるいは動画とはまた違ったコンテンツなんかも、公開しています。昨日はね、ちょっとまた久しぶりにシストレ24のフルオートに関して気になることがあったので書いたりしました。こちらもぜひね、スマートフォン、タブレット、パソコンのブックマークお気に入りで、毎日チェックしていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。